ショックレイ半導体研究所はかつて存在したアメリカの半導体開発製造会社。研究所と名乗ってはいるものの実質的には半導体開発製造会社だった。ウィリアム・ショックレイはカリフォルニア工科大学で学士号を取得してマサチューセッツ工科大学で博士号を取得した。1940年代はベール研究所で 半導体増幅素子の開発に没頭して1947年に開発チームのメンバーである理論物理学者のジョン・バーディーンと実験物理学者のウォルター・ブラッテンがトランジスタを開発したものの彼自身は発明者にはならなかったその後彼は電解効果トランジスタを開発したその後彼は研究所内での待遇に不満を持ち1953年に辞職して 西海岸に戻り、カリフォルニア工科大学で客員教授としてしばらく大学で教弁を取った後、カリフォルニア工科大学出身で1934年に PH メーターを開発したアーノルド・ベックマンが自分の会社の部門としてショックレイの研究所を創設することを申し出てきた。ショックレイは半導体の材料としてはゲルマニウムよりもケイ素の方が優れていると確信しており、 機会を伺っていた。当時、すでにテキサスインストゥルメンツではシリコントランジスタの生産に着手していた。ベックマンは1955年にベックマン、インストゥルメンツの子会社としてマウンテンビューに新たに創設した研究所をショックレイ半導体研究所と名付け、ショックレイを所長に任命した。ベックマンは創設にあたって自らの会社がある。 ロサンゼルス近郊への設置を進めるが、ショックレイはパロアルトの近くにスタンフォード大学があり、優秀な人材を募集する上でも、大学と密接な協力関係を作ることが重要だ主張して、ベックマンを納得させた。しかし、彼がこの場所にこだわった真の理由は、パロアルトが幼少時を過ごした距離のマウンテンビューの近くにあり、 年老いた母親の実家に近いという事情であった。ショックレイの名声とベックマンの資金力を背景に、ベール研究所のかつての同僚を引き抜こうとしたが、当時は東海岸が半導体関連の先端の地域であった上、同僚はショックレイのマネジメントスタイルを知っていたこともあり、誰も乗ってこなかった。参加には至らなかったものの、世界の数勢を把握し、 技術情報を交換するためにショックレイは彼らとの交流を継続した。ベル研究所の仲間を獲得できなかったことから、ショックレイは全国を回り、優秀な人材を多数確保する。ショックレイ自身はすでにトランジスタ開発の第一人者として名声が行き渡っており、彼のマネジメントスタイルを知らない外部からの人材募集は容易で25人が集まった。 ショックレイ流の経営とは、端的に言えば、支配と変質性の増大である。有名なエピソードとして、秘書が親指を切ってしまった際の対応がある。ショックレイは、それが誰かの悪意によるものと思い込み、犯人を探すために嘘発見器を使おうとした。実際には、オフィスのドアに壊れた画鋲の針だけが残っていたことが、原因であることが判明し、 研究スタッフとショックレイの中は険悪になっていった。その間、新たな技術的にも難しい4層ダイオードを作れという彼の指示があったが、プロジェクトの進捗は非常にゆっくりとしていた。彼のマネジメントスタイルが原因で徐々に開発メンバーとの間に圧力が生じていた。1957年9月、突然、ショックレイがシリコントランジスタの開発を打ち切り、 4層大オードの開発に転換すると決めると、この方針に納得できないジョーン・ムホーにジュリウス・ブランク、ビクター・グリニッチ、ユージーン・クレーナー、ゴードン・ムーア、シェルドン・ロバーツ、ジェイラスト、ロバート・ノイスたちで構成される8人の研究スタッフが研究所を辞めた。8人のうちの一部の者が、フェアチャイルド・カメラインストゥルメンツの経営者、シャーマン・フェアチャイルドにあって、 状況を説明すると、同社の半導体部門として、フェアチャイルドセミコンダクターを創業することになった。後に、インテルを創業したロバート・ノイスとゴードン・ムーアも、その8人に含まれている。アドバンストマイクロデバイセズもフェアチャイルドセミコンダクター、出身のジェリー・サンダースが創業している。ショックで研究所やこれらの企業が核となって、シリコンバレーが形成されることになった。 1958年までベックマンは100万ドル以上を注ぎ込むが、その時点で、ショックレイのアイデアである4層ダイオードを日産数百個生産できるだけであり、せっかく作った4層ダイオードも性能にばらつきがあり、購入してくれる会社はわずかだった。ショックレイが新たな半導体組織開発に取り組んでいた頃、フェアチャイルドとテキサスインスツルメンツが、それぞれ独自に、 世界初の集積回路を開発した。ショックレイは何とか阻止を完成させ製造を開始したが商業的には失敗に終わった。1961年、ショックレイはハンスクワイサーと共同で太陽電池の理論的な発電効率の限界を示す法則を発見し、ショックレイクワイサー限界と呼ばれるようになった。 ショックレイ半導体研究所は1960年に売却され、さらに1968年に ITT に売却され、まもなく生産された。ショックレイ半導体研究所は2015年3月からの工事により取り壊され、その後地には大型洋服店の建設が計画されている。事業としては失敗だったものの、ショックレイ半導体研究所ができる前までは、 西海岸に先端技術を扱う企業はヒューレットパッカードやアンペックス等数社があったものの限られており、ましてやその後大きく発展する半導体産業は事実上皆無に等しかった。マウンテンビューにショックレイ半導体研究所ができたことは、その周辺地域一帯がシリコンバレーとして半導体産業を発展させる契機となった。ありがとうございます。